皆さん、日々のゲームライフお疲れ様です。 WAP2 のテッシーです。さて、今回は WAP2 では久しぶりのジャンル特集ということで、任天堂スイッチで発売されている対象年齢18歳以上の年齢制限あり、セロレーティング Z 限定のおすすめタイトル20本をまとめてご紹介いたします。大人だけが楽しめる至極の20本となっていますので、ぜひソフト購入時の検討材料としてこの動画を参考にしていただければと思います。また価格に関しては、現在の任天堂オンラインでのダウンロード価格を表記させていただいてますので、発売当時の定価とは若干異なります。ご了承ください。というわけで、それでは早速行ってみましょう。まず最初にご紹介するのは、オープンワールド RPG の代名詞、The Elder Scrolls V Skyrim。本作は2011年に PC 版がリリースされたものを追加コンテンツも含めた完全版としてスイッチで発売されたオープンワールド RPG。 主人公は倒したドラゴンの力を吸収できるドラゴンボーンの能力を持ち、ドラゴンを何度も倒しながらその復活の謎に迫るというのがメインストーリーなんですが、その過程でどこへ行くのも何をするのも自由。洞窟などを探索してモンスターや山賊と戦うようなよくある冒険だけでなく、立ち寄った街で商人として暮らしたり、盗賊や殺し屋になって悪い生き方をするといったことも可能。また膨大な数のサブクエストが存在し、それをどれから手をつけるのか、またプレイしないのかも全てプレイヤーに委ねられています。そしてスイッチ版となる本作では、ジョイコンを両手に持った臨場感あふれる操作が可能。全世界で1000万本以上売り上げている本作の魅力をぜひ体験してみてください。続いてご紹介するのは、アサシンクリードリベルコレクション。大人気ステルスアクションゲームアサシンクリードシリーズの代表的な2作品、アサシンクリード4ブラックフラッグとアサシンクリードローグ、そしてさらに全 DLC が楽しめる本作。アサシンクリード4ブラックフラッグでは、プレイヤーは海賊の黄金時代にアサシン教団で訓練を積んだ海賊船長となり、テンプル騎士団との戦いに巻き込まれていく。またアサシンクリードローグでは、フレンチインディアン戦争真っ只中の世界が舞台で、主人公が闇に落ちて最強のアサシンハンターに変貌する過程をプレイすることとなります。どちらもアサシン教団とテンプル騎士団との対立が描かれ、ドラマを見ているようなストーリー展開、そして軽快なアクションが見どころです。またスイッチ専用の携帯モードが用意されているほか、タッチスクリーンにも対応。このボリュームで税込み6600円という価格ですので、非常にコスパが良く長く楽しめる一本です。3本目にご紹介するのは、デッドバイデイライト。本作は全世界500万本以上のセールスを誇る非対象型のサバイバルホラーゲーム。プレイヤーは4人のサバイバーと1人の殺人鬼に分かれてゲームを行います。サバイバー側はステージ内に配置された発電機を修理し、ゲートを開放して脱出を目指す。一方の殺人鬼は逃げ回る生存者を捕まえて脱出を阻止することが目的。そんな鬼ごっこのようなゲームに戦略性を高めているのが、キャラクターごとに取得しているパークと呼ばれる特殊能力。足が数秒だけ速くなったり、隠れている生存者を見つけやすくなるといった、どのパークを身につけてゲームを開始するかが戦況を大きく左右するため、プレイヤーは準備段階から頭を悩ませることになります。ハロウィン、エルム街の悪夢、ソウ、リングといった名作ホラー映画の有料スキンを購入すれば、キャラクターに変身できるのもホラー映画ファンには嬉しいポイント。スイッチ版では初めから9人の殺人鬼と10人のサバイバーが使用でき、限定スキンもあってお得となっています。続いてご紹介するのは、殺人事件を紐解いていくミステリーアドベンチャー、アイ・ソムニウム・ファイル。本作は遊園地で起こった殺人事件をきっかけに始まるミステリーアドベンチャー。警察官の主人公が AI の相棒と共に猟奇殺人事件の真相を暴くべく捜査に乗り出す。ゲームは事件に関係する様々な場所を訪れ、現場を調べたり関係者に話を聞くことで事件を追う捜査パートと、関係者の夢の中に入り込み、現実の世界では得られない記憶を探ることで事件の真相に迫るソムニウムパートに分かれており、それぞれの選択肢や夢をどこまで進んだかによってストーリーが変化。事件の真相に迫る全滅編、解決編はシナリオロックが施されており、条件を満たさなければ最後までプレイできません。あなたは物語の真の完結を迎えることができるのか。5本目にご紹介するのは、アウターワールド。本作は宇宙を旅する FPS のオープンワールド RPG。 銀河の最果てに位置する地球から最も離れたコロニーであるハルシオンへ向かう入植者の船の中で、コールドスリープから目覚めたプレイヤーがコロニーの破壊を目論む巨大な陰謀に巻き込まれます。宇宙の辺境を探索しながら、覇権を狙う様々な勢力と出会う中で、プレイヤーが作り上げていくキャラクターが物語の展開に影響を及ぼし、会話中の選択肢によってそのクエストの結果や周囲からの評価、ハルシオンの状況が変化していきます。登場する NPC は全員殺害可能で、誰かが死んだからゲームオーバーということはありません。正義のヒーローとなるか、残虐な殺戮者となるかはプレイヤーの手に委ねられていますので、皆さんの手で物語を作り上げましょう。続いてご紹介するのは、アンセスターズレガシー。本作は中世の歴史的出来事に影響を受け、史実を忠実に再現したリアルタイムストラテジーゲーム。
資源管理と基地建設要素の組み合わせに広大な戦場での大規模な部隊戦を加えたゲームで、ボタン一つで戦いの真っ只中を映す映画のようなアクションカメラにより、これまでにない中世の血みどろの戦争を楽しめる作品。プレイヤーに課せられる使命は敵キャンプや村、町を征服、襲撃し略奪することだけではありません。利用できる戦術を全て使いこなして戦略的優位を保ち、仮設基地や居住地を運営し勝利を手に入れましょう。ゲーム序盤は覚えることが非常に多く戸惑いがちですが、チュートリアルが丁寧でしっかりしており、一通りプレイすることで基本の操作はマスターできるようになっていますので安心です。7本目にご紹介するのは LA ノワール。本作は2011年7月に発売されたタイトルの移植版となるアクションアドベンチャー。舞台は1947年、戦後間もない混乱期のロサンゼルス。死刑の刑事コール・フェルプスが街の様々な事件を追いつつ、次第に大きな陰謀に巻き込まれていくというストーリー。ゲームは事件ごとに進行する形となっており、新米警官として赴任するフェルプスの昇進転属に合わせて、パトロール課、交通課、殺人課、風紀犯罪課、放火特捜課の5つの章立てで進行していきます。任天堂スイッチ版となる本作はオリジナル版のゲーム全編と追加ダウンロードコンテンツを全て収録し、ジャイロ機能、ジェスチャー操作、 HD 振動に対応したジョイコンモードや、肩越しに広く見渡せる新しいカメラアングル、携帯モードで使用できるタッチスクリーン操作など様々な改良が施されています。続いてご紹介するのはウィッチャー3ワイルドハントコンプリートエディション。本作はポーランドのファンタジー小説ウィッチャーを原作とした三人称視点のオープンワールドファンタジー RPG。 その第3弾となる本作の舞台となるのは、度重なる戦によって荒廃し怪物が長領跋扈する世界、中世ヨーロッパを彷彿とさせる大陸で、プレイヤーは怪物退治の専門家ウィッチャーとなり、2本の剣や陰と呼ばれる魔法などを駆使して冒険を繰り広げます。2015年に発売されたオリジナル版はゲームアワード2015でゲームオブザイヤーを受賞した名作中の名作。そして任天堂スイッチ向けに発売された今作コンプリートエディションは、拡張 DLC の無情なる心と血塗られた美酒を含む全てのコンテンツが収録されており、まさに完全版にふさわしい内容となっています。100時間を超えるメインストーリーとサブクエスト、そして追加ストーリーからなる本作、プレイヤーを引き込む良質なシナリオをぜひ体験してみてください。次にご紹介するのは月姫ア・ピース・オブ・ブルーグラス・ムーン。本作は1999年に発表した長編電気ビジュアルノベルで、死の線を見る能力を持つ主人公を中心に描かれる電気アドベンチャーゲーム。幼い頃事故によって大怪我を負った主人公が追いやられるように桃園に預けられ、穏やかな日常を送っていた彼のもとに父の訃報が届く。実家に呼び戻された彼を待っていたものは、父から当主の座を受け継いだ妹と2人のメイド。自分とは釣り合わない豪邸での暮らしが新たに始まる中、主人公は人の形をした生き物とすれ違う。作品を新生させるにあたり、原作者那須きのこさん自らの手により分解し再構築された物語は、2010年代の東京を舞台にアップデートとボリュームアップされ、環境の変化が新たな緊張感とリアリティを生み出しています。10本目にご紹介するのは忍者ガイデンマスターコレクション。超人竜ハヤブサとなり、世界に災厄をもたらす魔人と呼ばれる異形の者たちとの戦いに挑むアクションゲーム、忍者ガイデンシリーズ3作品がまとめて楽しめる本作。美麗なグラフィックスで映し出される広大なフィールドを駆け巡る爽快感、流れるようなアニメーションで描かれるハイレスポンスハイスピードのアクション、対戦格闘のように攻撃と防御を意識させるバトルが楽しめます。本作ではシリーズの中でも名作と呼ばれる3作品、忍者ガイデンシグマ、忍者ガイデンシグマ2、忍者ガイデン3レーザーズエッジが収録。また各タイトルで過去に配信されたゲームモードや衣装などのダウンロードコンテンツも全て収録されています。シリーズ累計680万本以上を売り上げている人気シリーズ、リプレイの方はぜひプレイしてみてください。続いてご紹介するのはマンイーター。本作は母親を殺された一匹の小サメが、母殺しのシャークハンターと生態系を汚す人間たちに復讐するため、湾岸地域を脅かす存在へと成長し、食物連鎖の頂点を目指していくアクション RPG。 ゲームはサメの子供から始まり、あらゆる生物を捕食しながら生態系を這い上がり、厳しい世界を生き抜いていきます。オープンワールドで再現されたメキシコ湾を探索し、必要なアイテムを見つけることで自然の摂理さえも超越した成長と進化を遂げることができ、自分のプレイスタイルに合わせてサメをカスタマイズすることが可能。凶暴な野生動物や酔っ払いから沿岸警備隊に至るまで、様々な人間のハンターを相手に怒涛のバトルを繰り広げていきましょう。続いてご紹介するのはフライデーザ 13th ザゲームアルティメットスラッシャーエディション。
本作は映画13日の金曜日の伝説的殺人鬼であるジェイソン・ボーヒーズと7人のカウンセラーに分かれ、キャンプ場を舞台とした最大8人で繰り広げられる生き残りをかけたオンラインマルチプレイゲーム。殺人鬼ジェイソンの目的は若きカウンセラーたちを全員追い詰めて殺めること。逆に7人のカウンセラーたちは様々なツールや手段を利用してジェイソンの追跡から最後まで生き残るか、キャンプ場から脱出しなければなりません。カウンセラー全員で協力するのか、自分だけが生き残るために行動するのかはプレイヤーの自由。ゲームをプレイするごとにカウンセラーやアイテムの配置が異なりますので、ゲームごとにプレイ内容が変化します。また Nintendo Switch 版となる本作では、過去に配信されたダウンロードコンテンツがあらかじめ収録されていますので、追加購入なしでジェイソンやカウンセラーのコスチュームなどを楽しめます。次にご紹介するのはカオスヘッドノア、カオスチャイルドダブルパック。本作は科学アドベンチャーシリーズ第1弾カオスヘッドノアとその6年後を描いたカオスチャイルドの2作品がセットになったお得なパック。東京渋谷で起きたニュージェネレーションの狂気と呼ばれる連続猟奇殺人事件を軸として、妄想を具現化する能力者ギガロマニアックスたちにまつわる陰謀に、引きこもり一歩手前の高校2年生西条匠を中心とした登場人物が事件に巻き込まれていく。今作に収録されたカオスヘッドノアはカオスヘッドシリーズ初の HD リマスタータイトルとなっており、過去に発売された移植版からさらにパワーアップ、そして全てのオープニングムービーの HD リマスター版が収録されています。続いてご紹介するのはノーモアヒーローズ3。本作はオタクな殺し屋トラビスタッチダウンが愛用の武器ビーム刀を手に、個性豊かな敵を相手に爽快なバトルを繰り広げ、殺し屋ランキングの頂点を目指す殺し屋アクションアドベンチャー。銀河の彼方から地球にやってきた極悪王子フー、スーパーヒーローを自称する彼は突如として配下である10名の宇宙人と共に地球征服を宣言。主人公のトラビス・タッチダウンは宇宙人による地球侵略を阻止すべく、銀河系スーパーヒーローランキングの頂点を決める戦いに挑むことになる。本作ではシリーズ伝統のランキングバトルが宇宙規模に進化。今作でも上位9名のランカーを蹴散らしてナンバーワンを目指す壮絶なアクションが繰り広げられていきます。またトラビス愛用の武器であるビーム刀で繰り出される爽快なスラッシュアクションはジョイコンによる直感的な操作でより過激にパワーアップ。左腕に装着したデスグローブから放たれるスキルアクションや、特定の条件下で変身できるフルアーマートラビスによる圧倒的なパワーで、より戦略的かつダイナミックなバトルが楽しめます。15本目にご紹介するのはエイリアンアイソレーション。本作は1979年に公開されたリドリー・スコット監督の映画エイリアンから着想を得たサバイバルホラーゲーム。映画の15年後を舞台に、主人公であったエレン・リプリーの娘であるアマンダ・リプリーの物語を描く。ゲームでは映画同様にエイリアンは非常に獰猛な存在で、なるべく戦闘を避け見つからないように行動するのが重要になってきます。探索して隠された資源を見つけ出し、アイテムや技術を組み合わせて究極の脅威に対抗するための武器や妨害物を作り出しましょう。またジャイロセンサーでの視点移動から HD 振動まで、 Nintendo Switch ならではの技術を利用して恐怖の世界を満喫することが可能。映画さながらの恐怖をぜひ体験してみてください。続いてご紹介するのはセインツロー4リエレクテッド。本作は全世界でシリーズ累計2000万本を記録するセインツローシリーズ4作目となるハチャメチャアクションゲーム。アメリカ大統領にまで上り詰めたイカれたスーパーヒーローセインツが、地球侵略にやってきたエイリアンの軍団全帝国へ立ち向かう。果たしてセインツは地球を救えるのか。遊び心を感じるユニークな世界観が魅力的な本作では、自動車よりも速い高速ダッシュ、敵をぶっ飛ばすテレキネシスなど様々な能力を駆使して戦うことが可能。王道のオープンワールドとは一味違った面白さがあり、ぶっ飛んだゲームを遊びたい方におすすめです。またスイッチ版の本作ではあらかじめ25本の DLC が収録済みとなっていて、怒涛のストーリーに引き込まれること間違いなしの本作。ちなみに明日3月12日まで Nintendo オンラインのセールにて 80% オフの970円とめちゃくちゃお得に購入できますので、気になった方はお早めに。17本目でご紹介するのはメトロリダックスダブルパック。本作はロシアで50万部のセールスを誇る小説メトロ2033を原作とするストリートドリブンタイプのサバイバルホラー FPS。 2010年に発売されたメトロ2033と2013年に発売されたメトロラストライトの2本に加え、発売後に配信されたダウンロードコンテンツなども全て同梱された超お得なボリュームとなっています。2033年モスクワ、地上が放射線被害により汚染され、人々は地下鉄の駅で細々と暮らしていた。主人公アルチョムは新種のミュータントによる度重なる襲撃により存亡の危機に瀕していた故郷を救うため、地下都市へ助けを求める危険な旅に出る。今作の最大の特徴は4種類の難易度調整にプラスして弾薬数に制限があり、ステルス要素が高く戦略性の高いサバイバル、豊富な弾薬で敵の全滅を目指すシューターアクション性の高いスパルタンという2種類のプレイスタイルが選択可能に。
この2つのプレイスタイルを選択することによりゲームそのものが全く違う別のゲームへと変化します。オンラインモードなどもありませんのでロシアの廃墟を回りながらクリーチャーを相手に戦う高揚感に一人でどっぷりと使ってみてください。続いてご紹介するのは Doom。 本作はもはやその名を知らない人はいないほど有名な FPS ファーストパーソンシューティングゲームの草分け的な存在ともいえる名作中の名作。スイッチ版となる本作は2016年に PC や PS4 で発売されたものをストーリーやグラフィックを一新したリブート版となっています。デーモンと呼ばれるモンスターに襲撃され地獄のような有様になってしまった火星基地でプレイヤーは祭壇のような場所で目覚めた謎の男として基地からの脱出を目指す。スイッチ版では新たにジャイロセンサーを使用して銃の照準を合わせることが可能に。直感的に爽快感あふれるバトルを楽しめます。また6対6最大12人のオンラインマルチプレイにも対応。キル数を競い合うチームデスマッチ、陣地の制圧を目的とするドミネーションなど様々なルールで遊べます。スイッチでバイオレンスな FPS をがっつり楽しみたいという方にはぜひプレイしていただきたい作品です。続いてご紹介するのは新流行り神3。本作は都市伝説が密接に関わるホラーアドベンチャー。シリーズ従来のゲームシステムを踏襲しつつ主人公北条咲が都市伝説に関わる5つの不可解な事件を追う。ゲームはシリーズを通して評価の高い1つの事件を2つの視点から操作することで事件の真相へとたどり着く科学ルート・オカルトルートの形式で物語が進行。科学的に操作を進める科学ルートか怪異の存在を否定しないオカルトルートか、プレイヤーの選択によって展開が大きく2つに分かれます。また従来の一枚絵の演出に加え今作ではその一枚絵が動くようになり、まるで怪異がそこにいるかのような鮮明な恐怖が感じられるように。ホラーゲームを苦手とする方は寝る前のプレイは控えた方がいいのかもしれませんね。そして今回最後にご紹介するのはボーダーランズレジェンダリーコレクション。本作は FPS と RPG を掛け合わせたゲーム性が魅力の人気シリーズ3作品がまとめてセットになったお得な作品。収録されているのはボーダーランズゲームオブザイヤーエディション、ボーダーランズ2、ボーダーランズプリシークエル。通常の FPS とは異なり経験値やレベルの概念があり、レベルが上がるほど体力や攻撃力が増加し、より強い敵と戦えるようになるのが特徴。また敵を倒したりフィールド上の宝箱から武器を入手するだけでなく、強力な武器やビルドを作成していくハクスラ要素も。各タイトルごとに付属された大量の追加コンテンツは全部で約100時間以上と膨大なボリューム。3作品全てでソロプレイはもちろん、オフラインの分割画面での2人プレイ、オンラインで最大4人までの協力プレイが楽しめます。さて今回は任天堂スイッチで18歳以上限定セロレーティング Z のおすすめタイトルを20本ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。どのタイトルも1本1本のボリュームがかなり多いものばかりですので、価格はそれなりではあるのですが、しっかりと元は回収できる良作ばかりとなっています。また今回のセインツロー4のように任天堂オンラインのセールで大幅に価格ダウンされていることもありますので、そのあたりもチェックしつつタイミングを見計らって購入されるのがおすすめですよね。ワップ2ではそういったセール情報を積極的に紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。最後に今回の動画を気に入っていただきましたら、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、サブチャンネルの視聴も忘れずにお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。